画面の前の皆様、こんにちは。村人 Q でございます。本日はデッドバイデイライトリージョンの方を使ってプレイしていきたいと思います。というわけでね、鍵持ちが2人いたんで、フランクリンとウルメメを持ってきましたが、私そんなウルメメ使うことがないんで、まあ、基本的にね、ウルメメ使うと舞い上がってしまって失敗するっていうのがいつものオチですね。まあ、なので今回のは多分動画にならない。かもしれない。かもしれない。かもしれない運転大事だから。さあ、で、まあ、パーティーリボン2つ抱いてたんで、多分まあ、パーティーでしょうね。上にいる。よいしょ。よいしょ。はい。しまったな。あ、ロッカー開けるのどうやんの？よく分かってないんだけど、まあまあまあ。ドワイトだ。鍵持ってるでしょ？ほらあれね。はい。よっこいしょ。というわけで、あとでメメントします。いつもっていうかね、よくなんだっけ、ドクターでこういう時やるんだけど、私ね、今回は、なんとなくその、リージョンです。なんとなく。ここら辺で足跡途切れるっておかしくない？いますね。よいしょ。あらま。よいしょ。よいしょと。まあ久しぶりにね、メメントしたいなって感じですね。リージョンのメメント見るのも久しぶりだね。いいね。よいしょ。まあまあまあ、一人ね、持っていけただけでもね、上々と見ましょうよ。特にパーティーリボン焚いてたんでね、まあ一人持っていければ、一人をね、まず少ないポイントで抑えるっていうのが重要ですね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。発電機ぶん回してますね。メメントだからね。まあ、メメントだったらね、むしろね、イタチよりも破滅の方がいいかと思ったんだけど、まあ、ちょっとね、諸事情というか、まあ、単純にリージョンのアーカイブがね、まあ、あって、それをやってたんですよね、昨日ね。それをやったまま、その、ダイイングライトの枠を、イタチに変えたって感じなんで、よく見てますね。うん、いいと思う。割りましょうか。うん、だってこっちにしか逃げ場がないんだから、それはわかるよ。よいしょ。ライトあってても、ね、逃げ場が一つしかないとね、さすがに無理ですよ。というわけで、最初のドワイト君が釣られたところに持っていきましょう。まあ、ビルじゃないわ。ドワイトが3人いるのか？確か。よいしょ。まあ、アーカイブやったまんまだったんで、アドオンとかもね、
時間増し増しのやつです。あの1回の狂乱で3回殴るってやつだったんだよね。結構ね難しい、意外と、意外と意外でもないけど結構難しいんで、難しいアーカイブなんで、あら、なんか持ってない？倒す。お、ナイス、デッドハード。よいしょ、炙り出しに使いましょう。急に2つになったっていうのは不可解ですね。よいしょ、こっちから割りましょう。うん、で回るときはこっちからだね。多分次倒すんで、次倒したら他のところ行きます。ライト当ててこない、当ててこないか。じゃあいいや。あよ、ここの板で勝負するにはちょっと弱くないかい、ここの板は。よいしょ、鍵持ってる人でしたね。じゃあ釣りましょう。まあ、ラスニにした時点でちょっと負けっぽいんで、ラスニにしたら負けなので、そこら辺はしっかり管理しつつ、いいね。このクローデットはね、別にね、いいんですよ。鍵持ち込んでなかったから。善良なクローデットだからね。ハゲ3人がね。あの、クローデット、君じゃないのよ。この子は正直言ってチェイスもうまいし、あんま追いたくないタイプの人間ですね。だからあの、なるべく目の前に出てこないでほしい。ギデオンね、強い板多いからね。普通にサバイバー有利のマップだと思いますよ。じゃなかったか。よいしょ、よいしょ、さあどうした。はい、真っ向勝負だったのかな。殺します。よいしょ、
さあ、で、ハゲちゃん見つけたいですね。ハゲドアを。クローデットはね、いい。逃がす。あのクローデットだけは逃がしてあげよう。いた。違う。君じゃないのよ。君はいいのよ。君も逃げなさい。ギデオンでね、ちゃんと板しびれる稀有な存在だ。ほんとみんな沼履きしてきますからね、板はね。ギデオンだと。え、違う。君じゃないのよ。だからこの子をむしろその出汁に使う感じで、オッケー。そう、私はハゲドアさえやれればね、なんだっていいのよ。だからクローデットは出汁に使おう。クローデット出汁に使いつつドワイト見つける感じ。今下から足音聞こえた？ちょっと喋ってるとね、たまに足音とか聞き逃すことあるんだけど。だいぶ慎重ですね。まあ結構固まってるからね、残り3台の時点でこんなに固まってることってまずないんだけど、ギデオンはたまにこういうのがあるのが魅力だよね、キラー側からするとね。たまに発電機がこう固まり、いた、君だよ。はい、やっちゃいます。クローデットはもういい。あ、いる。連れて行ってあげよう、ハッチまで。どこだハッチ。ハッチがないな。ギデオンってハッチの場所よくわからんよね。まあ、ギデオンに限らずそうなんだけどさ。どこだ。ここでもない。あったよいしょ。というわけでね、まあクローデットはいいでしょう。クローデットだけ何も持ち込んでなかったのかな、確か。そういういい子はね、いい子だし、ちゃんとチェイスもねうまかったしね。まあ逃がしましたというわけで、鍵を持ち込んできた場合に、いつもだったらちょっとドクターでやるんだけど、今回なんとなくリージョンでやってみたと。まあ炙り出し能力っていう意味ではドクターと同じぐらいか、もしくはそれ以上だと思ってるんで、まあ策的にね優れたキラーなんではないでしょうか、リージョンはね。多分普通にやってても風だと思います、鍵持ってなかったらね。はい、というわけで、今回は、鍵持ちをメメントでやっていったと。最近ランクにもこだわらずにね、もう完全になんかもう自由にやってます。はい、というわけで、
ご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録いただければ幸いです。それではまた。